バストーク半島一帯を守備範囲としたユーフトバニア軍の部隊が大規模な撤退活動を開始した。一旦兵を引き、防衛体制の立て直しと首都防衛機能の強化を図ることがその目的であると分析されている。先の上陸作戦によりユーフトバニア南北方面軍は多大なる損害を受けており、もはや防衛戦力は脆弱である。その撤退活動はジャミングによる電子防御の中で進行している。輸送機を中心とした敵航空部隊を一挙追撃、撃破し撤退を阻止せよ。隊長、私の機体。隊長、俺はドイツで。隊長、どの機体にすればいいですか。この編成で出撃します。猛毒出撃。ジャミングに惑わされた。繰り返す。敵のジャミング。
ストーク半島からのユークトバニア軍の空路による撤退作戦の阻止に成功した。なお工科大学とみられるユークトバニア民間施設への銃撃はサンド島飛行隊の作戦空域内で発生した。当該サンド島隊搭乗員は至急オーシア首都オーレットの総司令部まで出頭せよ。ユークトバニア派遣オーシア軍総司令官ハウエル将軍も敵国の浜辺へ上陸し、そこに総司令部を構えた。ユークにおける全権を大統領から委任されたと公言するハウエル将軍は次のように宣言した。我々は進撃し、ユークトバニア首都を陥落させるまでこの戦いの矛を収めないであろう。オーシア首都オーレット、ここにはまだ戦いの空気は及んでおらず、平和の香りに満ち満ちている。それは我々じゃありません。我々が駆けつけた時にはすでに。そうです、無線で聞こえたところでは第8492飛行隊という部隊が。8492、君たちの説明はそればかりか。我が軍にはそんな部隊番号を持つ飛行隊は存在しないのだよ。つつ、なんだってんだ。緊急事態が発生した。ユークトバニア本国侵攻に手を割いているため稼働機が足りない。致し方なく君らにも出動してもらうしかないんだがね、撃墜王の諸君、どちらの任務を選ぶかね。そう、首都を襲った事態は一つではないんだ。君らに代わってこれで決めてみよう。このオーレットの南西方向の空域にユークトバニア軍の機影が突如確認された。敵編隊は首都とオーレット湾を挟んだ反対側に存在するアピート国際空港方面に向かって飛行中である。アピート国際空港は民間空港であり、敵の目的は不明である。利用客と職員の避難活動も先ほど開始されたものの、突然の事態に空港は混乱状態にある。侵入した敵編隊を直ちに迎撃し、アピート国際空港を防衛せよ。
本機から戦車が発砲している。敵だ。空港内に敵軍がいる。国際空港の占拠を試みた敵部隊は壊滅した。空港占拠部隊の侵入経路等に関しては今後の捜査によって明らかになるであろう。なお、バーナ学園都市で同時発生した化学兵器によるテロは中和剤の散布により現在鎮静化に向かっている。化学兵器テロの実行部隊はユークトバニア軍特殊コマンド部隊とみてほぼ間違いないだろう。特殊コマンド部隊は空港の本体への合流を企図したが、
本体の壊滅を知って現在逃走中である。この民間空港を蹂躙しようとしたユクトバニア軍を是が非でも屈服させなくてはならない。諸君を再びユクトバニア本土攻略の前線へ送り返す。諸君がその身の潔白を、その戦いぶりをもって示すことを望む。作戦命令を伝達する。もはや諸君らにはそれ以上の言うべき言葉を持たん。諸君らがその身の潔白を、その戦いぶりをもって示すことを望む。武器弾薬の備蓄を目的とした敵秘密施設の位置が判明した。ダーマ湖の北に広がる密林地帯の奥地にその基地は存在する。そこには敵地上軍一個師団の1週間の戦闘行動を可能とする武器弾薬が蓄えられている。備蓄施設の蓄えを破壊し、前線への供給を立て。なお、密林地帯では携帯サムによる歩兵からの攻撃が多発している。上空から捕捉することができないため、低空航行時には地上からの突発的な攻撃に十分注意せよ。私の機体を選んでください。隊長。隊長、どの機体にすればいいですか？この編成で出撃します。報告、出撃。
目標の武器弾薬備蓄施設は破壊された。
本作戦によりユークトバニア軍の生命線の一つを断つことができた。ユークトバニア全土での戦闘遂行能力の低下がもたらされるであろう。